はい、どうも、ケイタです。お、なんか揺れた。なんか揺れたな、今、足元。はい、まあそんな感じで、野池にやっていきました。またベイトフィニッシュ1本で。ベイトフィニッシュ楽しいんですよ、マジで。釣れるし。もうね、バスするんやったら一番これがいいわ。野池でバスするんやったら。ミディアムタックルか、ベイトフィネスか。ちょっとね、最近のマイブームの、まあ、ビビビショット3.5にキャラベル3.5とか、まあ、その辺のね、ちっちゃいルアーが扱いやすいんで、ベイトフィネスをメインで使ってます。まあ、ミディアムタックルでもできるんですけどね。ただ、釣って楽しいのがこっちなんで。待って、嘘、来魚釣れた。かわいい。来魚釣れた。細メスっすね、一応。でもただ固めない、かわいそうやな。早逃がしたるわ。はい、いきなり来魚でしたね。ここ来魚おるんやな。はい、ちょっとね、外した時に針いってもたんで、ビビビショット3.5にキャラメルに変えます。ビビビショットね、太軸なんで針強いんですけど、やっぱライギョ硬いとこ刺さったら針いくな。なんかね、今食った瞬間なんか泡がブクブク出てたんで、一瞬ライギョ頭によぎったんですけど、おるかおれへんか知らんから、まさかな思いながら合わせたら来月だ。はい、ビビビショット、さっきのは9の方やけど、これは新しい方で、 3.5 にキャラメルの 3.5。 野池ではこの 3.5 が一番使いやすい。あった、あれ、あ、抜けた。あ、来月や、ま、泡ブクブク出ても来月溜まってるやん。絶対ライギョや、今の。泡した後にブクブク泡出るのは大体ライギョですからね。こっち面はライギョの巣窟か。バスや、バスバス。ライドと思った。まあまあえ、まあまあえ、まあまあえ、まあまあえ。よいしょ、完全にライドやと思った。釣れました。はい、アフターやな、これは。アフターですね、産んだ後の。40あるなしぐらい、あるかな。あー、40あるなしやな、マジで。はい、バックリ丸飲み。もう今の正直絶対ライギョやと思ってましたからね。ばっくり。当たりやったなぁ。っていうか今日開始早々早いな。マジでね、このミニスコン。やばいっす。釣れすぎ。どこ行っても釣れるもん、これ。フィールド問わず。どこでも釣れる。はい。ばっくり。ありがとう。回復せよ。はい。マジでね、あの、よう釣れますね、これほんまに。で、さっきのアフターやけどよう引いたな。もうね、野池やったら結構アフターがいけるシーズンなんで、まあまあアフターもね、こういう
3.5g じゃなくて、これ 2.6 とか 1.8 でもいいかもしれない。アフターやったら 2.6 かな、ベストは。ただあんまりスローすぎたらそのキャラメルが動かへん可能性あるんで、まあ、その軽いウェイトでゆっくり巻きたいときはもっと、もっと遅いスピードでもしっかり動くシャットテールを選ぶといいかもしれないですね。ただベストはキャラメルが、水押しとか含めいいかなと個人的に思います。ちっちゃいけど水押しは割と強い。これあれやな、野池開拓とかもこれやったらどこでも開拓できるレベルやな、ほんまに。釣れすぎやわ。しかもね、何がいいってこのビビビショットがすごい、まあ僕個人的に気に入ってて、キャラメルもまあいいですけど、どっちか言ったらこのセットの中でどっちを好きか言ったらビビビショットなんですよ。でこれね、針太軸、ショートシャンク太軸なんで、これもうこいつでだいぶバス釣ってて、もうヘッドとかね、歯型だらけでボロッボロなんですけど、針全然大丈夫なんですよ。で、全部まあ基本的に抜き上げじゃないですか。まあそんなめっちゃでかいのは釣れてないですけど、でも抜き上げばっかで、全然針が大丈夫。で、これ多分ね、MH クラスのタックルとかでも全然扱えるフックなんで、ほんまに、その針が丈夫なんで好きなんですよね。昔の、常吉から出てたミニチュアフットボールってやつも針がね、チヌ用の針やったんでめっちゃ強かったんですよ。これよりも強かった。それの名残があるんですごい好き。で、その針よりも刺さりが良くなって、むちゃくちゃ使いやすい。もうミニスコーンだけじゃなくてほんまに普通にコンパクトジグとして使いやすいんで、マジでこれはいいわ、このラバージグは。自分食ったな。ちょっともしかしたらショートバイトが続く可能性があるんで、割とねバイトあって、今5バイトぐらいあるのかな。でバス1匹しか乗ってないんで、ちょっとねトリプルフックでいきます。こういうハードベイトを食ってくる状況ならば、ハードベイトの方が強くなるタイミングもあるんで、こういうね、春のショートバイトの時っていうのは、やっぱどうしてもね、一本フックよりも、こういうトリプルフックで、まあ絡めとるような感じの方が、乗る、まあフッキング率がいいというか、乗る確率が高い。ただやっぱこう、ハードルアは、まあ状況によっては食えへんし、で、バラシが多いしとか、際どいとこ攻められへんしとか、そういうね、デメリットがあるんで、結構だから僕ね、あんまりハードベイト使わないじゃないですか、動画で。使ってるのは使ってるんですよ。ただ、どうしてもやっぱワームで釣れてしまうんですよね。ただ、まあこういう春の、まあ今、今日はそうかどうかわからないですよ。ただ、春のショートバイトのタイミングやったら、こういうトリプルフック系の、まあちっちゃいこういうシャットとかね、の方が、まあ強くなるタイミングがあるんで、食うかどうかなんですよね。だからこれを、昔を釣れたのがねこんな感じ、ショートジャークを繰り返す。結構これね、昔リザーバーとかでもよく聞いて、あの常吉のスリップミノーだったんですよ、ちっちゃいシャットね。そのシャットでほんまにこうやって連続ジャーク、これを釣れたんですよね。ジグストみたいな感じのアクションを、まあ、シャットというか小さいね、ミノーとかシャットとかで、スリップミノーだけじゃなくて、ハマミノーの86ってあったんですけど、ちっちゃいね。まあ、GC ミノーみたいな感じですね。それのこういう連続トゥイッチ、ジャークというよりトゥイッチですね。よう釣れたんで、ちょうどこの季節ぐらいかな、桜咲く季節とかから、よう釣れて、
で、ワーマンやったらショートバイトばっかりで、乗れへん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 、うわ、乗れへんわ、みたいな言うて友達と釣り行ってて。で、何気なくスリップミノ投げて、で、こうやってちょっとミドストップっぽくやったら、めちゃくちゃ釣れるやん、みたいな。だから、一本フックやったら、乗れへんかったバイトを、トリプルフックで絡め取ってたんですよね。そういうのもあるんで、で、あんまり止めたら見切られすぎると思うんで、止めることはあんまりせずに、もうほんまにこうジグストみたいなアクション、最近やってなかったけど、最近ベイトフィネス楽しいから、ちょっと昔よう釣れた釣りもやってみようかなみたいな。これで釣れたら面白いですけどね。こういう釣りもあるんやでみたいな動画にできるんやけどな、釣れたら。うわー、釣れそうなコース。釣れへんかったな。こういう角は一応普通に巻いて止めて、もうやっとこう。これで釣れたら、これがほんまのミノストやで、みたいな言えるんですけどね。ミノーでストってるから。これマジのミノストじゃないですか。ミノーストですね。釣れそうやけどな。ビーフリーズ何がいいって、ラトルが入ってないから音静かなんですよ。ラトル嫌うバスにもね。ただまあ、トリプルフックがカシャ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 当たって音は鳴りますけど、ただラトル音っていうのがないんで、ちょっとなんかラトル嫌ってそうな、この春。なんか秋とかね、夏とかラトルで寄ってきてるなみたいな時あるんですけど、春はなんかラトル嫌ってるなってことが多々あるんで、そういう時にね、こういうビーフリーズみたいなサイレント系がまあよう効くかなと思ってて、まあ今日は特にテーマとか掲げずに、釣れる釣りでアフターの魚釣っていこうみたいな考えてるんで、来た、おっしゃおっしゃ、ミノスト来た、ほら来た来た来た、よいしょー。お、小さいから遅れたメスですね、これ。ほら。はい、ばっくり。ね、ミノスト釣れるでしょ。これね、この季節とかよう効くんすよ。結構、まあ、こいつはシングルフックでもかかったかもしれへんけど、この食い方は。ばっくり丸のみやったけど、綺麗に外れた。よかった。いや、こういう釣りね、やってる人も少ないやろな、思って。昔、まあ、ミドストが流行り始めに、そのミドストって何なんやろうと、友達とやってて。で、ワームで、その時、ほんまにわけわからず、しかも今みたいにこうミドストが流行ってるわけじゃないし、で、YouTube とかもうないじゃないですか。ほんま昔なんで。まあまあ、多少はあったかもしれへんけど、YouTube とか見る時代じゃなくて、もうテレビ、ね。見る時代で。で、ミドストの解説とかってなかったんですよ。で、まあその頃って DVD とかも買われへんし、お金がないから。で、ミドストってなんなんやろって本とか見てたら、こうなんかふわふわ刺すみたいな感じの、まあ説明で書いてるんですよ。で、それをね、ワームでこうやるじゃないですか。でも、こんなんで合ってんかなってなるじゃないですか。その、解説動画もなけりゃ、釣ってる映像もないし。で、ミドストって、よう分からへんなと思って、まあ別にその時ってミドストはワームでやるもんやと思ってなくて、何でもできるみたいな思ってたから、で、思ってたからこそシャットとかでこんなことしてたんですよ。だから頭がすごい柔らかかったんでしょうね、今みたいに頭が硬くなくて、で、何でも思ったことをやるみたいな。で、やってみたのがすごい正解でドハマりして、ほんまにね、あのワームでやってる人が周りにおったんですけど、その人らが1匹2匹の中シャットとミノーで20匹30匹ぐらい釣って、友達と合わせて、友達も5匹ぐらい釣って、マジでこんなアクションがめちゃくちゃハマって、ちょうど今ぐらいの季節ですね。だからこういう釣りもあるんですよ、こういう変わった釣りが。久々にやったわ。こうなんていうか、釣れてから解説とかじゃなくて、釣れる前から説明しながら釣れた時って嬉しいですね。やっぱり通用するんやと思って。
昔はね、バス釣りがすごいイージーやったんですよ。で、ほんまに今と比べたら、どこもバスだらけで、簡単に釣れたんですよね。で、簡単に釣れたからこその釣りなんかなとか、ちょっと思ってて。ほんまに簡単な時代やったからこそ釣れたんちゃうかな、みたいな思ったけど、そうじゃないみたい、多分。まあまあ、小バス一匹やから何とも言われへんけど。でも、ね、釣れたから。間違いではないと思う、別に。抜けたー、バレたー。クーターンビーフリーズ、乗ってくれよ、トリプルフックやのに。ちっちゃかったけど、25ぐらいだけど、サイズはただ巻きで食ったな。来た、マジで。ママエママエママエ、バレんなバレんなバレんな。ママエ、ことないか。オッケー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 。ちっちゃかった、ちっちゃかったけど来た。そこなんかね、リップラップみたいなのがあって、めっちゃ引いたな、こいつ。何がまあまあええやねん、めちゃくちゃ可愛いやん。そこね、なんかリップラップあって、当たってる感触がすごいいいんですよ。さっき食ってきたやつのサイズですね。同じやつかどうか分からへんけど。はい、ありがとう。はい、エビがめちゃくちゃいてそうなところ、スズメムシ。まあまあいいですね。40ないぐらい。はい、38とか9ぐらい。沈み虫 2.2 インチ。落としたらライン走りました。多分落としただけやったかな。ワンアクション加えたかな。あんま覚えてないですけど。はい、アフターの魚にはバッチリですね。